はい、小島翔大です。今日は笑える洋楽入門漫画ということで、先駆けクロマティ高校の話をしていきたいと思います。自宅から漫画全17巻をですね、全て持ってきたんですけど、有名な作品なのでご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、僕のね、大好きな漫画ですね。今日はその話をしていきたいと思います。まずは簡単に紹介をすると、2000年から2006年ね、週刊少年マガジンで連載されていたギャグ漫画ですね、野中英二先生の作品でありますというところで、アニメ化、それから実写映画も実はやっていて、ご存知の方ももしかしたらいるかもしれませんね。クロマティ高校というタイトルは、あの野球選手のね、クロマティから取ってるんですけど、クロマティ本人が勝手に名前を使われたとか言ってブチ切れたりとかもして、まあ、それもちょっと話題になっていたような記憶がありますと。簡単なストーリーね、これが一巻でありますと。で、ちょっと明らかにね、ロックスターみたいな人がいるんですけど、この人はちょっと一旦置いといて、この主人公がね、神山くんっていうのが主人公で、とっても成績が良くて優秀な子なんだけど、その町で一番の不良高校であるクロマティ高校になんやかんや入ってしまうと。で、まぁ、ちょっとドタバタ系で、そっからのね、学園生活の話なんですけど、まあ、不良漫画、不良高校の話ですけど、あんまりね、不良って感じではなくて、脱力系の、まあ、ギャグ漫画というところで、なんか別に喧嘩のシーンとかほぼないですね。喧嘩のシーンとかなくて、その他の高校とも構想もあるんですけど、なんかバース高校とかデストラーデ高校とかがあって、その辺のみんな野球選手の名前なんですけど、そことの構想とかもあるんですけど、誰が喧嘩に行くかでずっと揉めて1話終わるみたいな、そんな感じです。はい。基本的に1話完結の絵で笑わすのもあります。基本的にもうシュールなその会話劇ですね。不良たちのやりとりが面白い。その会話がひたすら面白いっていう感じ。妙にみんなこう理屈っぽくて、なんでそうなるのみたいなね。こうツッコミがいない感じで会話がどんどん広がっていって、おかしな展開になるみたいな、話が多いですね。この漫画がなぜ洋楽入門にいいのかっていうと、各お話のタイトルがね、割と洋楽の曲だったりバンド名だったり、あとはまあ音楽以外もちょっとありますけど、映画とかもありますけど、まあ主にね、その有名曲とかアルバムタイトルとか歌詞とかね、その辺からの引用がめちゃくちゃ多いです。で、この全体的にね、そういった洋楽とか映画のパロディが結構多い。だからそういうのも好きだと、ちょっと見ながら、ああこれはあれのパロディかなみたいなのをちょっとクスクスニヤニヤしながら見れるっていうところがいいところだと思います。はい。で、最初の方はね、割と各お話のタイトルは日本語が多いんですけど、途中からもうほとんどね、洋楽の曲名になります。3巻ぐらいかな、3巻ぐらいからもうね、ほとんど洋楽です。例えば第47話ジャパニーズマンインニューヨークって、あのイングリッシュマンインニューヨークのパロディとかね、ちゃんとそのお話の中とタイトルがある程度リンクするようになってます。ジャパニーズマンインニューヨークの話は、そのクロマティ高校の番長がアメリカに行くっていう話でね、その内容と曲名がなんとなく被ってます。その続き、次がね、Don't Stop Me Now っていうね、タイトルですが、もう言ってしまうと、これね、フレディっていうキャラが出てくるんですよ。もう完全にあの人です。完全にあの人が出てきて、で、クラスにいるんですよ、このフレディがっていう、そういう意味不明さ、その本当にクラスメイトなのみたいなのもみんな謎に思ってんだけど、最後まで明らかになりません。とりあえず教室にいるんです、これが、っていうのがあって、フレディが活躍する回はだいたいクイーンの曲のタイトルになってます。 Don't Stop Me Now が43話とかね。あとはフレディ活躍系が多いから、この間はねクイーンの曲多いですね。 Show Must Go On とか、あとはねこの3巻で言うとね、他にも Born to Be Wild、 Born to Run、 Highway Star、ランランラン、OK コンピューターとかね、Walk This Way、タウンコールドマリスとか、ビタレストピローとかね、ジャムのね、結構ね、そう、洋楽の引用が多くて、まあ、僕の見た感、読んだ感じだと、改めて読んだんですよ。ビートルズ、ストーンズが多いかな。あとは、クイーンもめちゃくちゃ多い。そのフレディが活躍する回は大体クイーンですね。それから、多いのクラッシュが多い。クラッシュ。パンキーはね、クラッシュが多い。ピストルズとかダムドもたまに出てくるかな。でもクラッシュが一番多いですね。それから、ジャム、今のジャムもそうだし、デュランデュランも多い。あとはポリスとかスティングもちょくちょく出てきて、で、後半になるとね、ちょっと90年代、レッドホットチリペッパーズとかも、ね、ちょくちょく出てきたりします。そういう曲名をね、見ながら読むとなかなか面白いと思います。まあ、主要キャラに大体映ってるのは10巻ですが、この本当に高校生なのか分かんない一味毛領たちがね、みんなクロマティ高校のね、大体生徒というわけですね。はい、この人たちの、まあ、意味不明な会話劇という感じですね。一番有名なメカザワくんはね、結構キャラクターグッズとかも売れてると思うので、メカザワくんだけ見たことある人もいるかもしれません。基本的にもう後半はもう学校とか全然関係なくて、12巻ぐらいからはなんかずっとなんか相撲したりとか、なんか、はい、まあよくわかんないことにいろいろなってきます。はい。
で、その場限りのキャラとかも結構いて、大きなストーリーもないので途中からで読んでも、まあなんとなくはわかるっていう感じですね。表紙とかには載ってないんですけど、僕が愛してやまないのはね、クロマティ高校四天王っていうキャラがいますね。で、四天王なんだけど5人いるっていうのをずっとこすり続けるっていう感じで、その四天王5人の会話劇とかがずっと続くだけなんですけど、5人いるのおかしくないかみたいなのをずっと話し合ったりする。で、明らかに4人は、キッスなんですよ。で、1人だけね、明らかにこいつ仲間外れだろってやつがいるんですけど、それでも、まあ、四天王なのに5人いるっていうのは、まあ、ブレないわけですね。そこがね、めちゃめちゃシュールで面白いというわけで、当然、そういうクロマティ高校四天王が出てくるときはキッスの曲も結構出てきますね。タイトルになんかみんなでなんだっけ、サウナとか行く会はホッターザンヘルとかね、そんな感じのタイトルだったと思います。アニメの方はテレ東で確か深夜にやってたんですけど、主題歌は、ね、吉田拓郎が歌ってて、でアニメの DVD がありますと。これもねパッと見たらすぐわかると思うんですけど、アニメの DVD のパッケージもこれも完全に洋楽のパロディですよねっていう感じ。まあ、ハッピーエンドっぽいのもあるのでね、それは違うかもしれませんが、基本的に洋楽ですというところで、この辺の、まあ、ネタがね、放り込まれてますので、それを見つけながら読むと、なお面白いと。普通にね、会話劇が面白いので、まあ、めっちゃ文字数多いんで読むの時間かかりますよ。結構時間かかるんですけど、それでもね、楽しいと思います。はい。で、最後に、で、ここに出てくる曲たちをね、僕は、一個ずつまとめました。大体網羅されてると思います。実は、Spotify のプレイリストを作ってみました。で、このね、曲のタイトルがお話のタイトルになってるっていうのを言ったんですけど、まあ、なんとなくね、もじったりされてるのもあるわけで、少し一文字ね、単語変えたりとかして、だからちょっとね、俺かなみたいな、わかんないやつもややありますと。でも、まあ、大体7割ぐらいはね、合ってると思います。そのタイトルを見て、あ、この人の曲だな、みたいなのを、ちょっと選んでプレイリスト作りましたんで、ぜひ覗いてみてください。非常にね、労力がかかってます。一個一個ポチポチやってね、ちょっと作ってみたので、それを見てみると、あ、こういう曲が登場するんだな、みたいなイメージが湧くかなと思います。そういう、まあ、あくまで音楽はサブですけど、純粋に内容が面白いので、ぜひね、そのシュールな笑いを、見てみてほしいなというふうに思います。一応ね、今続編とかもね、やってはおりますが、僕が個人的に中学生ぐらいから読んでる大好きな漫画です。というわけで、ちょっといつもと雰囲気が違いますが、今日は、漫画の話、先駆けクロマティ高校の紹介でした。変な人たちの、学園ドラマね、ぜひ読んでみてほしいなというふうに思います。Spotify をご利用の方はぜひプレイリストも覗いてみてください。リンクは概要欄に貼ってあります。今日は、クロマティ高校についてお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。